7月7日、日曜日だ。気分崩壊、ベジータサイヤの、今日も、PON。俺様の動画は日記代わりだ。今回は YouTube からこんな報告があったことを話すぞ。俺様のところに1万超えの通知が届いた。その動画は259番、SH フギアーツ、ベジットの動画だ。そのベジットの動画は2005年4月にアップしたもの、俺様は作らず制作者によるものだ。約4年2ヶ月かけてようやく1万1回再生である。1万回超えるとこのような通知が来るとは初めて知ったぜ。なぜなら俺様が作った動画はほとんどが2桁、よくて1000回超えだ。俺様は再生回数にこだわらない。なぜならとある方から再生回数を気にすぎですというコメントをいただいた。その代わり俺様の好きなように動画、ルールブックを作っている俺様主導権のページだ。正直あまり見られていないが、YouTube からお祝いのメッセージをいただくと正直気分が良くなる。嬉しいぜ。このベジットはレギュラー製品16番目でまだ初期製品と言っていいだろう。他のアカウントは1万超えなんて数日で達成のやつもいるが、俺様はフギア専門ではない。コレクターとして集めている。残りの5体はまだ動画を作っていないな。気が向いたら作るつもりだ。7月3日にはラジオで俺様のメールが読まれ、7月6日には YouTube から1万回の報告、いいこと尽くしだが、とある大バカの者によって気分は崩壊した。俺様の気分を害させた奴は坪井香織というやつだ。俺がとある方の動画にこんなコメントをした。どんな動画かはアップ主に迷惑がかかるから言わん。この内容が偉そうに思えるのか。俺様のページではないのだから普通に書いただけだぞ。で、そのコメントしたページには、坪井香織のコメントはなかった。偉そうだということを俺様に伝えるためですぐに削除したらしい。7月6日、10時40分とこうだ。ふざけるな、坪井香織。女だからといって容赦せんぞ。こいつのせいでいい気分ぶちかわし、気分崩壊だ。新手の俺様に対する文句だな。じゃあ、常連様でない、しもべの奴らもこの措置を取ってやるわ。連帯責任だ。しもべの奴らの承認パスの残り回数を全部ボツにしてやった。リセットだ。連帯責任だ。再度10回からコメントしろ。笑点の大喜利で活躍した歌丸師匠の座布団全員募集と同じ方法だ。連帯責任で、だいたい一つも動画を作らない奴に限って文句を言う傾向がある。動画は作らずに文句だけは一人前だ。もう一度言っておくが、この動画を含め全ての動画に俺様制作者に対する苦情や反論は一切認めない。承認制なのでブロックしてそのコメントを晒す。晒しの刑に処する。常連様はビルス様のように丁寧な対応をする。もう一度言っておくが、このページは俺様のものだ。発言、ルールを決めるのは俺様が主導権を持っている。それが嫌なら動画を見るな。コメントするな。消えろ。悔しかったら動画を作れ。せっかく気分良かったのに誰かさんのせいでぶち壊した。気分崩壊だ。